リコプチャとは、ウェブサイトの制限エリアへのアクセスを試みるボットから、サイトを防御するためキャプチャを利用するのと同時に、そのキャプチャに対する返答を紙の本のデジタル化に活かすシステムである。オリジナルは2007年に、カーネギーメロン大学ピッツバーグ本校にて、開発された。2009年9月16日に、Google はこのテクノロジーを買い取っている。現在、リコプチャは、 ニューヨークタイムズが持つ記事アーカイブの電子化及び Google Books の書籍電子化に利用されている。前者は2009年の時点で130年分を超えるという全記事のうち約20年分のデジタル化を2、3ヶ月で完了しており、ザニオは2011年末までの完了を目指していた。リコプチャは OCR ソフトウェアが読み取れなかった文字を画像として出力し、 リコプチャのデータを受信する各購読サイトへ向けてそれらを割り振る。購読サイトは書籍デジタル化プロジェクトとは概ね無関係なサイトが多いがこれらの文字を含む画像を人間に差し出して通常通りの認証手順の一部としてキャプチャの文字列を解読させる。そしてリコプチャサービスは回答されたデータをデジタル化プロジェクトへ送信する。 インターネット上では、日々2億兆のキャプチャが表示されているとの報告があり、このリソースを活用しようと、Facebook、チケットマスター、4ちゃん cnn.com、およびシュタンバロポンなどの有名サイトはこのリコプチャ、プログラムに2007年より参加しており、クレグザリストは2008年6月より参加している。 その他政府機関のウェブサイトでも使われることがあり、米国の国家電気通信情報管理庁は2009年に完了したデジタルテレビ放送への移行の際にクーポン資格型変換ボックス用のクーポン申込サイトにてリコプチャを採用していた。リコプチャの開発計画はマッカーサー基金のフェローシッププログラムによる支援を受けていたグアテマラ人の計算機科学者、 ルイス・フォンアンが開始した経緯を持つ、キャプチャの初期開発者でもある。彼は、キャプチャを誕生させた時に、人間の貴重なリソース、すなわち、脳の思考サイクルを1回につき10秒単位で、何百万時間も浪費させてしまうようなシステムをいつの間にか作ってしまったことに内心気づいてしまった。そこで彼はこの無駄なリソースを有用な事業に役立てる、ことを考えた。 カーネギー・メロン大学のルイスのチームは、インテルの支援を受けて、紙媒体の印字を、コンピュータ可読な文字へと変換するためにウェブベースの、クラウドソーシングを活用するという、このリコプチャシステムを開発した。リコプチャは、当初、文書電子化を推進する、オープンコンテントアライアンスの一員である、インターネットアーカイブの代理として、書籍電子化事業に利用された。 リコプチャの出題例。この例では、フォローイングファインディングという二つの英単語が見える。文字のうねりと水平方向の曲線は、コンピュータプログラムによるキャプチャの突破をしがたくするための、細工である。リコプチャの仕組みはこうである。スキャンされたテキストを二つの OCR プログラムで、各々の,の解析にかける。 両プログラムの結果に相違が生じた場合、疑わしい文字をキャプチャに変換する。ただしこの時、すでに OCR で認識できている文字を対象文字としてこのキャプチャに添加して表示する。そして、キャプチャをタイピングした人間が仮に対象文字を正しく認識していた場合、OCR で正確に読み取れなかった文字に対する、 キャプチャの回答も正しいものであるとシステムは仮定する。各 OCR プログラムによる文字認識に対しては0.5点を与え、人間の文字解釈に対しては1点が与えられる。ある文字認識が計2.5点に一旦達した場合、スキャンされたテキストはこの文字認識であるとみなす。例えば、あるスキャンされた一つのテキストに対し、 二つの OCR プログラムの認識結果がそれぞれドッグとコグだったとする。これをリコプチャを通じて人間に見せた場合、提供開始から二人がドッグと回答した時点でこのスキャン結果はドッグだったとみなす。また二人がコグと回答した時点でも同様である。そして三人がボグと回答した時点で両 OCR のスキャン結果を破棄し、 ボグだったとみなすこのようにしてヒューマンエラーによる誤認識を極力減らしつつ人間の視覚を利用して OCR データを解読する。人間の判断により単一の認識結果が一貫して与えられた文字は対象文字として再利用される。リコプチャは様々な紙媒体のスキャン結果の解読を人間に要求するためキャプチャとして出題される文字は ラテン文字だけとは限らないが、リコプチャシステムの仕組みから対象文字さえ返答すれば認証は通ってしまう。リコプチャは各開発者がサービスを容易に実装できるよう、ブログやウィキなどの各種ウェブアプリケーションプラットフォーム向けにプラグインを提供しており、一例を挙げると、ワードプレスやミディエィ域用のプラグインが存在する。さらに、ASP、NET、Ruby、または、 PHP などといった処理系向けにプラグインや API のリファレンスが提供されている。またハスケルの処理系 GHC 用のプラグインのようにプロジェクト外部で独自に作成されているものもある。2010年頃から出現したリコプチャの問題で、この例ではアンドチゼルズという二つの英単語が見える。この頃から以前のものと比べ文字の歪みの形状が変化しており、 各単語の背景に黒い楕円が現れるようになった。大元のキャプチャシステムは、コンピュータプログラム、すなわちボットによるシステムへの自動アクセスを防止するために考案された認証システムである。これに対して、自動化プログラムによるキャプチャの突破を試みるものが存在する。象徴的な事件は2009年4月に起きた。タイム100の 投票サイトにてヨンちゃんの匿名利用者による多重投票事件が起きたが、タイム側が投票サイトにリコプチャを導入した途端、多重投票はシャットアウトされた。ヨンちゃんのユーザーはリコプチャのクラックを試みたが、結果的には失敗している。しかし、リコプチャがクラッカーに対し常に勝利しているわけではない。近年自動化プログラムにより、キャプチャが突破されたとの事例が、 複数発表されているが、2009年12月14日、ジョナサン・ウィルキンズという人物がリコプチャに関する脆弱性を解説する論文を公表し、この論文上で彼は適切に構成したソルバーを利用して17.5%の回答率を得たと主張した。彼は当時のリコプチャによる出題は、英語文献の OCR を元にしたキャプチャが多かった。 ため検証しやすく、さらに同システムには、対象文字に対するキャプチャの回答に余裕を持たせていたなど、複数の弱点があったと述べた。彼は、OCR エンジンのテッセラクトとそのフロントエンド、オクロパスから構成される、ソルバー、および、ソルバーが未知の単語を出力した際に、それを補正するためのスペルチェッカ、GNU はスペルを組み合わせキャプチャ画像の文字を、 自動的に解読する手法を開発した。この自動化プロセスを利用したところ、200回の出題に、対して2単語とも解読した例が10回、1単語のみ解読した例が25回、全正答率イコール、200イコール0.175を得た。この発表後、Google は、対策として、画像の歪みを強化するようにコプチャを改良した。2010年8月1日、 チャドフックという人物がデフコン18ハッキングコンファレンスにて自動化プログラムによるリコプチャの突破をテーマとするプレゼンテーションを行った。彼は同年3月頃に取得したリコプチャの出題画像を元に 2.53GHz のシングルコア CPU を持つマシン上の自動化プログラムを用いて 時間にあたり10.07%の効率で正当を得ることができたと主張した。ジョナさんとは違い彼の自動化手法は直接、キャプチャ画像に手を加える形であり、まず、文字の背景にある楕円を除去する、アルゴリズム及び独自開発の文字歪みを修正する、アルゴリズムを用いて、余分なピクセルを削ぎ落とし文字の歪みを解消した。 その上で、文字コードマップ及び辞書攻撃用リストを活用し、文字解読を行った。この、プレゼンテーションの約2週間前にあたる7月21日に、Google は、リコプチャシステムの改修を行っており、フックは、デフコン開催前に、彼の解読手法を変更する必要があったが、むしろ以前の手法よりも、簡単なものになっており、 時間あたりの正答率も31.8%と上昇している。また彼はこのプレゼンテーションでリコプチャシステムのセキュリティ防御についても言及しており、例えば短時間に32回連続で間違った回答を行った場合、システムは強力なセキュリティロックアウトを目的としてアクセス元 IP アドレスにフラグをつけると述べている。二千十二年五月十六日には、 レイロンハッカーカンファレンスにおいて DC-949 のメンバーであるアダン・ C ・ P ・ジェフ・ボールという人物が自動化プログラムを用いて正当率99.1%を得る方法について詳細なプレゼンテーションを行った。彼らの戦略は機械学習方式の人工知能を用いて資格が不自由な。 人向けに提供されている音声版のリコプチャを突破するものだった。Google は彼らの発表が行われる1時間が前に音声版と画像版双方のリコプチャに対して大規模なアップデートを行った。このアップデートで音声版は再生される長さがそれまでの8秒から30秒に伸び人間にとってもプログラムにとってもより理解することが難しくなった。 DC-949 のメンバーはこのアップデートを受け、新たにそれぞれ60.95%と59.4%の正当率を得られる2つのプログラムをリリースした。Google はその数日後にリコプチャにさらに新たなアップデートを施し、DC-949 は現在のところこの最新版を突破できるプログラムは発表していない。 2012年6月27日には、メキシコの学生グループのクローディア・クルーズ、フェルナンド・ウセダ、レオバルド・レイズが、リコプチャの画像に対して82%の正当率を得るシステムについての論文を発表した。このシステムが、論文発表後にアップデートされた、リコプチャに対して有効かどうかに関して、彼らはコメントしていないものの、 システムは高性能な OCR 技術に成長する見込みがあり、多少の変化には対応できるだろうとしている。このように、キャプチャの自動デコード手法を開発する人物が後を絶たないため、リコプチャのシステムは頻繁に回収されている。しかしかえってそのことが、同サービスに対する潜在的な不正利用者を苛立たせている可能性もある。リコプチャを利用した 別のプロジェクトにメールハイドというものがある。これはウェブページ上にさらされている電子メールアドレスをスパムボットのような電子メールアドレス収集活動によって補足されないよう防御するものである。デフォルトではメールハイドはクローラには完全な電子メールアドレスが見えないようなフォーマットにアドレスの文字列を変換する。例えばメールの e g a m p l e c o m というアドレスは myexample.com というアドレスに変換される。サイト訪問者がこのをクリックするとキャプチャが出題され、それを回答して初めて完全な電子メールアドレスを得ることができる。また My の部分も完全に除去するためにポップアップコードを編集することもできる。リコプチャに関する発明は2008年1月23日に米国特許商標庁へ。 特許出願されている。ありがとうございます。